ランディクルフォードランディクロフォードはアメリカ合衆国の有名なジャズ、リズムブルースの黒人シンガーである。ジョージア州、メーコン生まれで誕生時の名前はベロニカといった。日本では1991年にフジテレビで放送されたドラマ、もう誰も愛さないの挿入歌に用いられたスイートラブが特に有名であるが、現代はアルマーズという曲名になる。 アルマーズは1986年にヒットし UK トップ75の4位にランクインした。同曲は1986年に発売したアルバムアブストラクトエモーションズにも収められている。クロフォードの歌手としての最初はシンシナティからフランス南部のクラブで歌うことであった。1970年代の中頃からニューヨークで名前が広まるようになる。彼女を 一躍有名にしたのは1970年代に人気のジャズグループであったザクルセーダーズと共にストリートライフを大ヒットさせたことである。この曲は12週間の間全米ジャズチャートで頂点であり続けた。アルバムシークレットコンビネーションはビルボードのアルバムチャートに60周ランクインした。そして1986年にアルマーズはビルボードのトップ10位を果たした。 ありがとうございます。